1. 属性の試練の更新。皆さんご存知ですか？今週属性の試練3周年、同じ任務で3年間遊びました。2. 期間限定の仕草。覚えてますか？6周年と正月の期間限定仕草。デザインがとても面白くて可愛い。コラボ髪型のようにそれを持つことができればさらに良いでしょう。3. タイトル動画設定。なぜならタイトル BGM 選択できます。新しい画面があっても周年が1ヶ月しかありません。4. 毎日任務。毎日任務すべて完成したらどのくらいかかりますか？実際の検証後2時間半ほどかかります。本当に疲れますね、毎日。そしてまだ次元任務は追加されていません。属性クロノス宝石イベント次元。これはおそらく毎日が一番多いゲームでしょう。5. 素材の種類と量、任務報酬の調整。強化、スキル、進化、伝説英雄がレアランクアップ、キャラ強化、限界突破、アーティファクト。素材が多くなるほど任務の数も疲れます。6. 城下町の機能。毎日城下町で任務の依頼を受けます。しかし機能しているのはこれだけです。クエストボード。可能であれば画面左の機能と城下町ショップの NPC 対話ができるならもっと RPG 感じあるでしょう。ちょっと面倒ですが城下町は広いですから。しかしショップとログレス住民の家、ただの装飾です。本当に残念です。例えば無償、石ショップと NPC 購入 HP 上昇装備、コラボ髪型コーディネートルームへ、とスタイリスト、シャンティ対話がゲット、ハンター協会とルルハに依頼することもあります。7. 懐かしいのアバター、2度得る機会。コラボ一度だけ認めます。しかし、昔の衣装も素敵でした。または追加、フォローガチャ、良い選択で。8. 功労ガチャの武器確率アップ及びリスト表示。功労は安いが魔晶石はいりません。しかし確率は非常に低いです。欲しい武器を手に入れるのは困難です。9. インスタグラムがプレイヤーたちがダウンロードする機会を提供してほしいです。例えば以前ログレス公式 LINE の月のカレンダー。10. 防具英雄化。そうです、私はあなたを忘れませんでした。それでは今日の動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。何か言いたいことがあれば、何でも下にコメントを書いてください。あ、そうだ。高評価、リツイート、チャンネル登録、お願いします。本当にありがとうございます。